ここでお手紙がありますよ。え、あ、ないないよ。え、手前にありました。さあ、じゃあ誰からのお手紙なんでしょうか。読ませていただきます。クイズ番組みたい。クイズ番組みたいやんな。びっくり。クイズ。はい、じゃあいいですか。はい。ゆいはんさんへ、こんにちは、こんばんは。今日は私で恐れ多いのですが、お手紙を書かせていただきました。お誕生日は過ぎてしまいましたが、ゆいはんさん、改めてお誕生日おめでとうございます。ゆいはんさんとは最近仲良くお話しさせていただく機会が増えて嬉しいです。私が AKB に入りたての頃は、総監督さんとしてのゆいはんさんを遠くから見ていて、みんなをまとめたりしたりすぐ、みんなをまとめたりする姿やパフォーマンスでは先輩でありながらも後輩に負けないぐらい全力で踊る姿を見て、かっこいいなと思っていました。最初の頃は何年間か、私たちチーム8は自分たちを AKB と名乗っていいのかよく分からなくて、毎回 AKB さんと言っていました。でもあるコンサートのエンジンで、ゆいはんさんがチーム8は今 AKB48 を支えてくれている、チームメイトも AKB48 の一員だよというような言葉をかけてくださり、その言葉が私たちチーム8にとってとても嬉しくて、それから自分たちも AKB48 の一員なんだと思うことができました。きっとゆいはんさんがかけてくださった数々の言葉で、いろんなメンバーが救われていると思います。そしていつも言い続けてくださっている、東京ドームにまた AKB48 でた東京ドームにまた AKB48 で立つという目標を、今いる私たち AKB48 メンバーでその目標を叶えられるように、私もその力になれるように頑張りたいと思います。何を話してもすごく笑ってくださって、ゆいはんさんのはんなりした京都オーラも優しい性格もお声も大好きです。また一緒にお出かけなどもしたいです。長くなってしまいましたが、いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ゆいゆいはんのゆいゆいこと小栗ゆいでした。ありがとうございます。はい、というわけでね、はい、ゆいゆいからのお手紙でした。嬉しい、ありがとうございます。どうですか、ゆいゆいはね、本当に最近もすっごく仲良くて、まあ、ゆいゆいはなんか、うん、AKB 歴でいうと、うん、まあ6年目ぐらいかな、うん、なんですけど、なんか先輩たちを見ているような空気感を感じるというか、なんか昔の AKB イズムを持ってる新しいメンバーっていう感じがして、うん、なんかそれがすごく面白くて、あと何でもさん付けするところも結構好きですね。総監督さんとか ね真面目な、そう、一回ね、なんか差し入れで、うん、あの有名なカフェのとこのが来たんですよ、はい、スタバ。それがね、ゆいゆいがスタバさんが来ましたって言ってたのは、ちょっとさすがにそれさんいるんかなとは思いましたけど、でもなんかそういう可愛いとこもあってすごく大好きですね。ありがとうございます、はい。まあ、今日はねちょっと出てないですけど、はい、ゆいゆいはね、そうですね、はい、きっと見てくれていると思います、はい。